マッシュアダム・レイトスは、アメリカ合衆国、バージニア州アレクサンドリア出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2019年現在は、アトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスに、所属。2006年の MLB ドラフト11巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、2007年5月30日に、契約。2009年は、メジャーのスプリングトレーニングに招待されたが、 開幕をマイナーで迎えた。マイナーではオールスターフューチャーズゲームに選出され、a 級フォートウェイインティンキャップスと a a 級サンアントニーをミッションズの2球団合計で8勝1敗、防御率1.38を記録。球団は7月18日にジョシュバンクスをマイナーに降格させ、レートスはメジャー初昇格を果たした。7月19日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビュー。 デビュー戦は敗戦投手となったが、メジャー2試合目の登板となった7月24日から8月8日にかけて4戦4勝を記録し、球団史上初のメジャーデビューから5試合の登板で4勝を記録。その後は勝ち星を挙げることができず、9月5日の登板を最後にシーズンを終えた。2010年は野球に取り組む姿勢を変え、進んで、 チームメイトにアドバイスを求めるようになった。5月13日のサンフランシスコジャイアンツ戦では、自身初の完封勝利を記録したが、イーライ・ホワイトサイドの内野安打1本に抑える、ほぼ完璧な投球、そして自身のヒットでの1打点による、スコア1から0という結果だった。5月1日の時点では1勝3敗。 防御率5.47という結果であったが、オールスターブレイクまでに防御率2.45まで改善させた。また、左率193、ホイップ0.97はそれぞれリーグトップだった。9月7日のロサンゼルスドジャース戦で7回1、失点10三振で勝利投手となった。この試合で15試合連続で5回以上に失点以内に抑えたことになり、 1900年以降での新記録となった。それまでは1986年のマイク・スコット、1993年から1994年にかけてグレッグ・マダックスが記録した14試合連続であった。しかし、この試合を最後に白星を挙げることができず、その後5試合に先発するも5連敗でシーズンを終えた。サイヤング賞の投票で8位に入った。 2011年はスプリングトレーニング期間中に肩を痛め、故障者リストで開幕を迎えた。復帰後も白星なしの4連敗となり、前年から9試合連続で敗戦投手となった。これはアンディ・ベネス、デニス・ラスムスセブが記録したパドレスの球団記録に並んだ。次の試合で勝敗がつかずこの記録はストップするも、その次の試合で敗戦投手となり、 合計で10連敗となり、ゲイリー・ロスが記録した9段記録に残り1と迫ってしまった。5月15日のロッキーズ戦で白星を挙げ、この連敗記録をストップさせた。最終的には9勝を挙げた。2011年12月17日に、エディンソン・ボルケス、ヨンダー、アロンソ、ブラッド・ボックス・バーガー、ヤズマニ・グランダルトのトレードで、新シ,シナキレッツへ移籍した。 2012年は6月下旬に2試合連続の関東勝利を挙げた。7月1日には週間 MVP を受賞した。最終的に自己最多に並ぶ14勝を記録し、チームのプレイオフ進出に貢献した。ジャイアンツとのディビジョンシリーズでは、第5戦に先発するもバスター・ポージーに満塁本塁打を許すなど5回6失点と打ち込まれ、敗戦投手となり、チームも 敗退となった。2013年2月12日に、レッツと総額1150万ドルの2年契約に合意した。この年は、開幕から好調で、前年8月29日から21試合連続で、黒星がつかなかった。6月30日に、腹部の張りを訴えたが、一度も当番を飛ばすことなく、投げ続けた。九月二十日のピッツバーグパイレーツ戦で、ノックアウトされた後に、 この故障を明らかにした。10月には右肘の痛みを訴え、オフには右肘の有利軟骨除去手術と左膝の手術を受けた。2014年はキャンプイン後に左膝の痛みを再発し、2月14日に左膝の手術を行った。3月30日に15日間の故障者リスト入りした。4月3日に リハビリのため AA 級ペンサコーラブルーワフーズへ移動したが、右肘を痛めて5月15日には60日間の故障者リストへ移動し、6月14日に復帰した。9月12日に右肘の痛みを再発して先発を回避し、シーズンを終えた。2014年12月11日にアンソニー・デスクラファニー、チャド・ウォーラックとのトレードでマイアミ・マーリンズへ移籍した。 2015年、先発ローテーションに入り16試合に登板、防御率4.48ホイップ1.25という悪くない数字を残していたが、勝ち運もやや書いており、4勝7敗に止まった。2015年7月30日にビクター・アローホ、ジェフ・ブリガム、ケビン・グーズマンとのトレードで、マイケル・モースと共に、ドジャースへ移籍した。ここでは、1試合のリリーフを含む6試合に、 登板したが、0勝3敗、防御率6.66と炎上。9月17日にリーフとなり、25日に自由契約となった。2015年9月28日にロサンゼルス・エンゼルスと契約した。エンゼルスでは2試合に投げ、防御率4.91をマーク。勝敗はつかなかった。2015年の3球団合計の成績は、24試合に投げ、 4勝10敗、防御率4.95100奪三振という内容であり、防御率は自己アーストだった。11月2日に FA となった。2016年2月9日に、シカゴホワイトソックスと1年300万ドルで契約を結んだ。開幕から4試合で4連勝、防御率0.74と絶好調だったが、その後の7試合で防御率7.25と一変し、 6月9日にジェームズ・シールズの加入に伴ってリーフ16日に自由契約となった。7月3日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。9月2日にメジャー契約を結んでアクティブ・ロースター入りした。その後メジャーでは1試合しか先発できず、6試合で防御率6.52と復調しなかった。オフの11月3日に FA となった。 2017年2月16日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として合流した。開幕を参加のトリプル A 級バッファローバイソンズで迎えた後4月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月5日にディーフとなり8日に40人枠を外れる形でトリプル A 級バッファローへ配属された。 5月30日に自由契約となった。2018年4月10日に、独立リーグカナディアンアメリカンリーグのニュージャージー、ジャッカルズと契約。2019年3月28日に、独立リーグアトランティックリーグのサザンメリーランド、ブルークラブスと契約。2010年から2013年まで4年連続で、30先発登板以上、180イニング以上を投げている。 また、同期間中は4年連続で、防御率3.50未満、185、脱三振以上、4シーズンで3度14勝を挙げたことからも、わかるように、エースを張れる実力を持つ先発投手である。平均球速94マイルパーアワーの速球3、球種に変化球は、スライダー、カーブ、チェンジアップを組み合わせる。保証するまでは、 特に精度の高いカッターとスライダーを決め玉としていたが2015年は新たにスプリッターを習得し故障によって精度の落ちたスライダーに変わって決め玉としている。右肘を痛めた2014年には球速が2マイルパーアワー落ち前年まで通算8.32を記録していた脱参審率も6.51に落ちた。ありがとうございます。